京田辺パーキングエリアは、京都府京田辺市の第2京阪道路上にある、パーキングエリアである。京田辺市内にあるものの、隣接の八幡市との市境付近に位置している。本校では、ここにある京田辺バスストップについても記述する。第二京阪道路で、唯一の休憩施設である。周辺は京阪東ローズタウンであり、同タウンと一体の都市計画のもとに建設されている。 JR 片町線の松山手駅も約350メートル東にあり接続が良い。パーキングエリア部分と周辺に立体道路制度が適用されている。これはパーキングエリアとしては西日本で初めて立体道路制度の活用が決定されたケースである。掘割構造の本線及び速道の上空に周辺の土地と同程度の高さとなるように ボックスカルバートによる人工地盤と人工地盤を挟んで南北2カ所にプレキャスト PCK タ橋によるパーキングエリア部分が設けられている。北側が大阪方面側、南側が京都方面側のパーキングエリアとなる。また、この人工地盤は道路用地ではなく民有地であり、温浴施設、ホテルが建設され2018年12月に開業した。 パーキングエリア内には、バス停京田辺バスストップが設置されており、路線バス利用者向けに歩行者出入り口が設置されている。いわゆる、ウェルカムゲートではなく、パーキングエリア内と周辺とで歩行者が自由に行き来、できるわけではない。2003年3月30日の第2京阪道路の部分開通時に、パーキングエリア部分の橋脚、人工地盤、出入路の一部が完成しており、 2010年3月20日の第2京半道路の全線開通までにパーキングエリア部分残りの出入路が建設された。なお、パーキングエリア部分と人工地盤の下の本線及び速道はトンネル扱いとなっており京田鍋トンネルと表記されている。本線からの進入路を登り切った先にほぼ90度に曲がる急カーブがある。 新入路を登り切るまでに十分に減速しておく、車が多い。JR 片町線、松井山手駅前にある、京田辺バスストップへの案内板京田辺。バスストップは、京都府京田辺市の第二京阪道路京田辺、PA に併設されている高速バス用バス、停留場である。バスの案内、時刻表などでは、高速京田辺と表記される。 この停留所の東側約350メートルには JR 松井山手駅があり、東停留所の設置で JR 片町線沿線から関東地方や酒田市、長岡市、長野市、静岡市、浜松市、大阪市、白浜町と連絡する高速バスへの乗車の利便性が良くなり、名神経由の大阪市内発着便を保管する機能も兼ねるようになった。上り。 下りともに乗車、降車可能下りバス停イ,イコール乗車専用、上りバス停イ,イコール降車専用、上りバス停イ,イコール乗車専用、下りバス停イ,イコール降車専用京田辺、パーキングエリア東隣の高速京田辺前バス停付近に送迎車両用駐車場があり、バス利用者の送迎のために短時間駐車しておくことができる。当初は、 本線上空部分は大型車用駐車場であり、出入路周辺部分人工地盤の東側民有地の地下に2層構造の地下駐車場を商業施設の地下構造物として一体的に建設し、仮想をパーキングエリアの小型車用駐車場に、上層をパーキングエリアと連結する商業施設の駐車場とする計画であった。つまり、ハイウェイオアシスを併設する。 パーキングエリアとなる予定だった。しかし、第2京半道路の通行量が当初予測を下回る見込みとなり、パーキングエリアの規模が縮小され、パーキングエリアの駐車場は、本線上空に集約されるとともに、バブル経済の崩壊などにより、商業施設の設置計画が見直され、この駐車場の連結計画も撤回された。なお、規模の縮小に伴い撤回された小型車用、 駐車場への接続路の用地は、バス停留所と同地への歩行者通路に転用されている。ありがとうございます。